こんにちは、かんなまです。実はなんと今京都にいます。京都タワー、初めて知った京都。一人で恥ずかしいよ。来たぜ、京都清水寺付近。わあ、めっちゃテンション上がる。いいね、いいよこれ。そっか、八つ橋だ。すごい。清水寺に行っていい恋愛ができるようにお祈りして。タクシーのおっちゃんに、周りはみんな東南アジア系の観光客だから恥ずかしがらずにカメラ回して平気だよって言われたけど、結構恥ずかしい。やばい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 。やっぱ年取ってくると違う。すごい、清水寺。あー、すごい迫力。やば、工事してる。マジで日本人がいない。ゲット来た。ドーン。これがかの有名な清水の舞台です。目的地に到着。ででん、え、ちょっと待って、え、正門してない。京都までせっかく来たのに閉門してた。あのね、外国からのね方たちはね、全然中に入ってんだけど、中全部やってない。恋みくじ引きたかったのに。帰ります。焼き酒いただきます。あー、うまっ。次は彼氏と来よう。清水寺、ナウ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 。どうすか、パークさん。清い水。はーい。二人ともキッチン。